しないように頑張っていきましょう。去年のインターハイで準優勝、ウィンターカップで優勝と華々しい活躍を見せた開志国際。その成果が評価され、今年の U18 トップリーグへの参戦が決まりました。今年のチームはオールコートでの激しいディフェンスからボールを奪い、速攻につなげる走るバスケが特徴です。今年はそれほどサイズはないんですけども、まあ、小さくてディフェンスをしっかりやってブレイクで得点取るとか、どっからでも点数取れるっていうのが一番の特徴なのかなっていう感じはします。今年はダブルキャプテン制を採用。口数は少ないもののプレーでチームを鼓舞する澤田。対照的に中島は元気で明るく練習を盛り上げます。自分の口数が、数が少ない分、もう一人のキャプテンの中島くんが声かけてくれたりするのでとても頼りになってます。やっぱゲームの時はしっかり仕切ってくれてるので、ゲームをそこら辺で結構助かってますし、やっぱり練習の時も困った時はいろいろな案を出してくれてるので、すごい助かってます。去年のウィンターカップで劇的な連続スリーポイントシュートで優勝に貢献した平はまだ2年生。地元沖縄で B リーグデビューを果たし、さらにプレーの幅を広げようと意気込みます。その去年は攻めるところを、その自分スリーポイントばっかで他は先輩方に任せてたっていうところがあるので、その他のドライブだったり、そのジャンプシュートだったりっていう、その自分の他の部分とか去年と違うぞっていうところを見せれたらいいなと思います。タレント揃いの開志国際、インターハイ、ウィンターカップの全国大会優勝に U18 トップリーグの優勝という新たな目標も加わりました。今年の目標の一つの日進カップ優勝なので、それに向けてまた今後調節していって、チームの状況を良くしていって頑張りたいと思います。リーグ戦参戦に向けて指揮官も志を新たにします。強豪校が集まるリーグ戦ということでね、インターハイ、ウィンターカップに次ぐやっぱり大会だなと意識づけているので、出るからにはやっぱり全勝で、終わって3冠と言えるような1年にしたいなと思ってます。